しこまりました。かしこまりました。はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の野望大使ウィズパーティット。あれですね、大阪の陣地なりの水戸徳川家編第2話になります。今回ね、ちょっとね、攻めていきたいなと思います。じゃあちょっとね、一日だけ進めます。はい、一日進みましたね。うん。で、大丈夫だよね。ゼロ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 だね。ゼロ、ゼロだよね。はい。では、手切れをね、します。はい。大阪の陣ね、これね、こっちね、西軍です。東軍じゃないんでね。もうね、家康君にね、ちょっとね、先生の報告をね、していきたいなと思います。それでは、始めるとしようか。あ、結構ね、同盟がね、切れちゃいましたね。助立ちいたしますぞ。お、尾張徳川家分かってるじゃないですか。うん。じゃあちょっとね、城をもらいに行きますか。皆の者、我に続け。行くとしようか。そのまま行って大丈夫なのかな。一回手前で止まった方がいいような気もするんだけど。行けそうだね。後に続け。行くぞ。大丈夫でしょう。我に続け。行くぞ。我に続け。いいかな、こんな感じでね、ちょっとね、1,2,3,4,5,6 個ね、とりあえずもらいに行こう。とりあえず7個ぐらい、もう1部隊出しておけばよかったね。では進めていきまーす。早く、この戦勝ちはもらったぞ。で、取ることできたね。とりあえず大丈夫だね。とりあえずここ入れとこう。じゃあね、進めていきます。立ちはだかるなら打ち砕くのみ。取れたの問題ない。じゃあこれもちょっと入れとこうか。全部なんか取れそうだね。あ、玉縄があった。玉縄がなかったね。ここから出そう。玉縄にもね、ちょっともらいに行きましょう。進みます。行きます。こっち行くと出てきちゃうね。じゃあこっち回りで進みます。こっち回り行くんだったらこいつはそのまま行きゃ一緒だね。じゃあこれは非常して、ここら辺ちょっと突きに行こうか。8100あればいいのか。8100ぐらいで突き行こう。8100。で、あんまり武将持っていくと、武将がいなくなっちゃうので、武将は一人ずつですね。で、あんま強い武将もいらないので、やられてもいいようなね、武将をね、持ってきます。9100で来る。進め。行くとしましょう。とりあえず、ここに、
ここで集めさせといて、ここら辺のところで、ここら辺のところにサクッと逃げましょうか。じゃあ進めていきます。で、これが、参るぞ。ここにちょっとサクッといこうか。出陣する。あ、小田原とかも、小田原もなんかもらえそうな感じだね。いや、江戸もらって、こっちもらって、小田原までもらえちゃえば。あ、おー、ほとんど出してきたね。いいね、いいね、いいね、いいね。あ、甲府もうちょっとでもらえそうなんだ。へぇ、じゃあ進めていきます。明かりごとなき者よ、滅びるがよ。江戸もらったんで、じゃあ玉縄ももらっちゃおうか。出陣する。いい感じにもらえそうですね。この城もらい受ける。じゃあそのままこっちをもらっちゃおう。くるりをもらう。もらいます。うん、いいね。小田原ももらえそうだね。玉名はもらえるね。報告いたします。先月の収支です。これより表情を行う。軍需と対面とりあえずもらっとこうか。これにて表情を終えよう。これでちょっと進めて、農兵徴用と、どっちもらおう。うん、兵糧減らそう。でもこっちもあったんだよ。こっち、このルートを考えればね。まあ、こっちじゃなくてもよかったんですけど。もう交渉戦しないからね、今のところね。ちょっと失敗したね。これ多分取れるよね。防兵しましょう。かしこまりました。いいね、いいね。かしこまりました。結構広く取れましたね。4個ぐらい取れたのかな？かしこまりました。うん。で、あれでしょう。こんだけ攻めてれば、そんな、大阪の陣なんか言ってる場合じゃないでしょ。うん。はい、では進めていきます。この城、いただくとしよう。じゃあ、そのまま小田原行きますか。三崎はね、武将がいるんで、まだ、こっちから三崎とか行けばいいかな。こっちから立山行って岬かな。うん。で、こっちはちょっとここら辺で待機しとこう。我らとて負けられぬのでな。部分入場立てて、こっから、ああ、間違えた。解除で、これ、メイパー持っていけばいいでしょ。進め！行くぞ！メイパー持ってここ行けば。進め！立山取れるんじゃないのかな？はい、では進めていきます。我らの勝ちだ。勝ち時を上げろ。ここ、戦力不足か。まあ、とりあえず通常攻撃で、SS、初期化で、個別婦人で、あれ？承知いたしました。ここ帰ってきちゃったんだ。待機せい。小田原帰ってきちゃったね。そしたら、小田原帰ってきたんだったらやめよう。手を打つ。ニラ山に行こう。あ、8人しかいない。8にしかいない。結構やられちゃったね。部分入場させて。あれ？失敗したね。じゃあ江戸城から出そうか。江戸城から出して。
原に続け。いざ参ろう。小田原行こうか。小田原のが良さそうだね。我に続け。小田原に行って、で、こっから、岩継ぎから出して、後に続け。岩継ぎから出して、じゃあ岬をね、もらいに行こう。後に続け。こんな感じかな。じゃあ進めていきます。まだ8500いるよね。これはもし減ったらね、考えますけど。進めていきます。70。こう攻め口 C、BBA、BCA、CCA。初期化、個別偶人で、CCA ですね。かしこまりました。うん。通常攻撃でいきます。8800だね、まだね。はい、では進めていきます。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。あと7日。ああ、一人入ってきちゃったね。ニラヤマ一人入ってきた。入ってきた。じゃあニラヤマいけないね。じゃあニラヤマ諦めよう。じゃあ返そうか。返そう。じゃあ、歩兵します。かしこまりました。かしこまりました。はっ。じゃあこんな感じでいいかな。ああ、ここも取ったんだね。かしこまりました。うん。そしたらこっちの方にちょっと武将入れとこうか。武将。14日遠いところから一人入れて、かしこまりましたと配属で江戸入れたやつがいるから、これかな。はっ。で、あとはこの辺にも入れとこうか。あとは、配属で、ここら辺からも入れよう。12日、ちょっと遠いところから。うん。いいね、承知いたしました。まあ、ここら辺兵が潤沢、武将が潤沢になるはずなので、問題ないかな。ここはちょっと、国境警備で睨んでおいて、二ラウンド置くんだったら、ついでに、あれだ、開発で、人権所立ってる。親切で、じゃあ、もう一回しまない。ここ人権所立っとこう。かしこまりました。で、ここは確かあれだよね。8100対7100。なんで、8300いるんで、あとでそっぽこっていけば、多分取れるはず、川越はね。うん。で、いいかな、そんな感じかな。うん。で、進めていきましょう。小田原はちょっと時間かけていきます。攻撃、50。でも、ここが一番いいんだよね、確かね。こっちだと、増えるんだよね、1、2。こっち行くと、こうだよね。多分こっちの方がいいはずなんだよ、確か。じゃあ攻撃できます。
なんかこいつはなんか動いてきたぞ。ってことは、じゃあ、ここら辺で行けば、うちらのが先について、で、これで行けるんじゃないのかな。我に続け。これ行こうか。これはなんか変な動きしてるぞ、こいつが。こいつがちょっと、一部隊。ちょっと動き偵察しましょう。ダメだ。これは、攻撃、初期化で、攻撃にしとこうか。ちょっと攻撃でちょっと様子見ます。これどこだ？ああ、これがさっきのところか。川越か。これ方位にしとこう、方位。4100が結構邪魔なんだよね。どっかで撃ち落とせないかな。あー、小田原これ、ダメじゃん、これ。あー、もっと早く止めれれば、ねえ。小田原当たるよね。行くぞ！当たんないか、かわしてってくれるのか。ほほほほほ、かわしてってくれて、ここに行く。あと26日で、これは？あと33日。あ、じゃあ大丈夫そうだね。したら、じゃあ、ここら辺からちょっと、4000、あれに続け。行こう。ニラ山ちょっと、から、かっこいい。あれに続け。兵糧を持つかな。まあ、とりあえず進めていきます。商いを始めましょう。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。あ、こっち、ここ落としてからこっち交付かな。これはあと何日だ。あと9日。大丈夫だね、勝てるね。歩兵は特にやるとこはないね。進めていきます。三河武士の誇り見せるは今ぞ。この城もらい受ける。じゃあここ入場します。これどこのお城の舞台これ。あ、甲府か。甲府つつけば帰るんじゃないのこれ。行くとしましょう。出陣する。帰らないね。帰らないっていうことは。行くとしましょう。ここに1500ぐらい？ここ1800の舞台でいいやん。解除で。1600。出陣しよう。これを、行こうか。こっちにぶつければ、黒は足んない。出陣しよう。うん。こっちにぶつければ多分、あれじゃないのかな？取れるんじゃないのかな？でここは籠城して、じゃあ進めていきます。あと兵糧何日ある？ 47 日か、大丈夫だね。あ、もうこれ強行にしちゃっていくか。あと13日で。じゃあ進めていきます。小田原が取れた。そしたら、じゃあ、二代目このままでいいかな。二代目こいつに出して、こいつは、この、こいつは、ここ負けそうな気がするんだけどな。いけんのかな。
こっちだと先着扱いになるか。我に続ける。ちょっとここでちょっと戦ってみますか。じゃこんな感じでね、進めていきます。決戦式取りますか。いえ。兵も少ない。ちょっとあれだね。こっちから出そうか。6000もいらない。4300もあれば十分だね。兵糧がね、足りないらしいんで。じゃあこれで我に続けで18日ぐらい持ってくれるんでね。籠城で自動で、うん、いいね。100日持つみたいね。3月でね。赤子の手をひれるようなもの。あ、二台も取れたね。もうあれじゃないの？もう、家康くん、やばいんじゃないの？これでここ、出陣するぞ！引っ張り出して、報告いたします。先月の収支です。これより、表情を行う。まあ、家康くん多分ヒーヒー言ってますね。じゃあ軍事論議でいこうかな。こんな感じで。これにて、表情を超えよう。方策。方策図。農兵徴用取ります。ご命令を。はい、ということで第2話ね、この辺でね、終了していきたいなと思います。もうあれだね。家康くん、ヒーヒー言ってて、もう何にもできなくなってくるんじゃないのかな。あ、伊達さんとあれだね、講和しといた方がいいね。伊達さんとは講和しておきます。かしこまりました。で、家康くんとは4ヶ月ですね。うん。で、兵糧はちょっと厳しいかな。まあ、兵もいっぱい出しちゃってるんで、一応節約はしてるんですけどね。まあ、ここがちょっと川越がね、ちょっと頑張っちゃってるんで、兵をいっぱい出してね。あと、あ、水攻めできる。水攻めしておこうか。これ60日目に水攻めに切り替えておきます。そうすれば多少は1ヶ月間分のね、この兵は安くなるのかな。うん。水攻めしたら3部隊にしときゃいいね。どこの部隊が多いんだ？これかな？ここ2部隊。で、部隊情報。1393回想。大名だね。大名回想。部分騎乗部大名。あともう少し返しても大丈夫だけど、大名だけで返しときゃいいか。あともう一部隊ぐらい返しても大丈夫だね。あとは、この部隊？真壁さん返す、真壁さん。部分騎乗、真壁さん。で、これで5400なんで、まあ、このぐらいで勘弁しておきます。ということで第2話はね、この辺で終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。